どうも、鈴木です。今回はサンプリングで遊びたいと思います。鳥さんの声をアプリで録音します。後で使いやすいように前後の音を削っています。音が2種類あるのでコピーしてそれぞれのボタンで1つずつの音が出るようにしています。あとは自転車のベルも録音しておきます。これで素材は完成。今度はリズムを作ります。今度は自転車のベルで音を作っていきます。ピアノのマークを押すと、こうして音階が出せるようになります。それでは録音しながら何個か音を重ねていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。こんなに少ない素材でも簡単に音楽が作れちゃうので、興味ある方はぜひやってみてください。スマホ1台あればできるので、かなりおすすめな遊びです。それではまた別の動画でお会いしましょう。毎日が夏休みの鈴木でした。